エーダータールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍の町村である。この町は、エーダー川沿いに位置している。この町は、エーダーことケラーエーダー勢自然公園で広く、知られている。この自然公園は、ケラーエーダー勢国立公園を包含している。エーダータールの町は、カッセルの南西約30キロメートルに位置する。 ケラーバルトの北から北東の境界にあたり、エーダー湖の南から関メダムの東側及び南東側に広がっている。いくつかの地区はケラーエーダー勢自然公園内に位置し、大部分はその東の境界線のわずかに外側にある。この自然公園の一部はケラーエーダー勢国立公園となっている。町の北西から南東方向に、 この町最大の川であるエダー川が流れている。この川に流れ込む支流は、下流に向かって順番に、リーシェンスルー集落のネッツェ川、ベルクハイム地区のベーザーバッハ川とその北の近くを流れるベーナーバッハ川がある。エーダー湖南東の近くに位置するアフォルデルナー湖はもう一つの石止め湖であり、エーダー湖同様、エネルギー生産や、均衡保養地として利用されている。 この地の水力は徹底的に活用されている。エーダータールの町の最高峰、海抜626メートルのトラッデルコプフは、同時にケラーエーダー勢国立公園の最高峰でも、ある。この他に、有名な山には、バルデック用水発電所があるペータースコプフや、エーダーコのダムの眺めが良いウーレンコプフ、エーダーコ領重円があるハンマーベルクがある。ウーレンコプフから見た。 エーダーことそのダムこの町は、北はバルデック及びナウムブルク、東はフリッツラー、南はバートビルドゥンゲン、西はフランケナウ及びフェールと境を接している。1971年7月1日に、それまで独立した町村であったベルクハイムとギフリッツが合併し、新たな町、エーダータールが成立した。同年10月1日に、 ゲラースハウゼンが、1972年1月1日に、アフォルデルン、アンラフ、ベーネ、ブリングハウゼン、ブーレン、ヘムフルトエーダーゼ、ケーニヒスハーゲン、メーレン、ベレンが、自治体エーダータールに加わった。さらに1974年1月1日にやはり、それまで独立した、町村だったクライネルンがエーダータールに合併した。これにより、 現在、エーダータールは13の地区からなる。行政機関は、ギフリッツ地区に置かれている。この地区は北東に隣接するベルクハイム地区とともに、この町の中心をなしている。この町は、ラインシーファー山地の市脈に属している。表面の岩は主に年番岩と交差岩である。1908年の道路工事の際、ブーレン近郊で、トナカイの角と、 年度最終上の遺跡が発見された。この遺跡は1967年に再調査され、現在のブーレン付近にネアンデルタアルジンの定住地があったという推論が証明された。この遺跡は現在のドイツ国内にある人類学上重要なネアンデルタアルジンの居住地跡である。ここは数多くの動物の骨や骨製のナイフや加工品が 発見されたユニークな遺跡である。エーダータールの町議会は31議席からなる。エーダータール町内ベルクハイム地区の中心にベルクハイム城がある。この城は1785年から1786年にかけてバルデック・ベルクハイム博吉安二世のために古典主義様式に改築された。文化史上重要なこの建物は 現在使われておらず空き家となっている。ありがとうございます。